慶吾さん？なんだ？死んだじゃないですか。誰だ死ぬわな。あ、なるほど、なるほど。じゃ、もう一回行きますか。もう一回行きましょう。大丈夫か、お前。大丈夫です。任せてください。足だけ引っ張らないように、ちょっとそれだけ、次何回もちょっと申し訳ないんですけれども。自分にそれ問いかけろ、もっと、お前。自分。そうですね、 お互い様っていうことを僕は聞いたことあるんですけど、お前、はい、あんな簡単なとこ死ぬなよ。まずお前コンテナ乗り方わかんない、どういうことなの。何ですか、コンテナの乗り方わかんない、うん、どういうこと。何ですか、お前マジで。ケイゴさんはちなみに出会ったこととかはあるんですか。まあそこそこな。マジっすか。ちょっとごめんなさい、今プレイに集中してまして聞いてなかったです。おめえやっぱ舐めてんな。僕真剣に慶吾さんについていこうと思ってますから。やる気あるんだってめえ。慶吾さんついてきます。どんだけ離れていってんだよてめえ。確かに。さっきから結果残して喋ってるだけだぞお前。いやそれお互い様じゃないですかそれ。結果残してたろ。あ、すいません、はい、そうですね、はい、何してるんですか今。なんかてめえで考えろやってめえ。あ、なるほどですね。一応分からないことはすぐ聞けって先生が言ってました。おめえの先生紹介しろ。もう死んでます。重てえな。